よし、みなさん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。今日は2020年の、ギアのロードアップの設定の説明をいただきます。今日のビデオは今年の始めるからの使うのギアの話です。じゃあとりあえず服の方は、よく前からの G3 のコンバットシャツと、ズボンですね。膝も茶色のパーティングに入っています。まあ、それはよく前からあったのに、上等と素晴らしい涼しいのやつですから、すごくいい感じ、動きやすいと、何でもかんでもやりやすいの感じるです。じゃあそれ次のはベルトの方は最初の一番の大切の方でそれをお話しします。これは、ローディンタクティクスのなんとかタスクフォースベルト。これはマジックテープばかりのやつと、中にはループに入れるとちゃんとウエストに動けないの感じ。それでよく他のはマジックテープに使ったら全然動けないになります。ちょうちょとので、じゃあベルトの方はこちらです。中の方はその硬いのマジックテープと、外の方はマガジンパッチ、エスタックカイウィのハンドガンパウチ2つ、ライフルの M4 パウチ1つ、ダンプパウチ、作ってるの会社が全然持ってない、M81 のパーターの素晴らしいの、神様のフラナルみたいなデザインです。次には、カヨティタクティカルソリューションズのブリトの IFAC です。これは全部のメタガル入っています。もしかして何か大変にやったら、必要なものはこっちにすぐにあります。次のは、サファリランドの普通のホルスターと、オーガン・トレイルの、ナブのモディフィケーション、これで超取りやすいのためになります。それはクイックディタッチの QD マウントで、これで簡単に取れます。じゃあ、これの設定で、ベルトには、後ろから前にクリックして、こちら。あれ?よし。これで完璧になります。そのマジックテープで生で動けないです。そうそう、グロック19も使ってます。じゃあ、それからベルトが完璧ですから、次には、プレートキャリアですね。じゃあ、プレートキャリアは、ま、これも暗いプリシジョンのSPC、ストラクチュアルプレートキャリア。ストラクチュアルの方は、このカババの横、ウエストのやつは、これにちょっと硬いの感じで、ちょっとウェイトサポートのためです。これはこっちとこっちに入れて、よいしょ、よいしょ、よいしょ、になります。これでいい感じ、クイック、もうドーフィングの、取りやすいのことに入ってます。これで、PTT、Push to Talk。話したいの時は無線機でこのボタンに押してください。みたいな感じです。このケーブルはすぐにこのラジオパッチ。特別これはエアライトから水とかいろいろ入られないといつでも、軽いのためですね。これで ラジオパッチがよく長いのアンテナに入ってます。ボタンに押して、この指に入れて、オン・オフと、なんとか、ボリュームセットのできます。この左のと右の方は、この横プレート入りのパウチが入っているので、横パウチが持ってないから、今はあまり意味ないですけど、もし、プレートにできれば、こっちに入れてます。後ろには何も入ってない。まあ、プレートが入っているけど、後ろは何もかけてない。カーバンの使いやすいのためにの設定です。それと前には面白いの。海兵隊は、沖縄は2009年に初めての時、その時、もらってきたの鎧は、このインターセプターのデザインですね。これはインターセプターから、柔らかいの鎧は、一物守るのため。まあ、本物でも便利けど、これで騒げレモン、もしかして半ズボンばかりに使ったら
ちょっと涼しいのハイスピードの感じ使ったら、これでちゃんと安全に守れます。まあどっちでもね、ジョットとなんとかセンチュリアンとか、もともとロームみたいの槍での、盾持ての兵士みたいな感じでいい感じです。それと手袋はすぐにこっちのクリップにも入れてます。じゃあこれのプレートキャリアは本当に新しいのやつ、2019年の出番のことですけど、これはもともと超昔からのミックスの感じですごくいい感じですね。まあ M81 のデザインもいい感じです。じゃあ次にはだいたいこれですね。これはスピリティスシステムズのマーク4マイクロファイトの、リグですね。これはレプリカと偽物がよく多いんですけど、本物でもよく安いから、もうマテリアルも上等とか、これでこっちにセッティングしてマガジン3つ挟め、こっちにもノットとか入ってるので、ハンドガンパウチも2つがあるけど今何も入ってない。何かあったらこっちに簡単に入れるです。もうちょっと軽いと使いやすいのやつ、これが一番好きの、何でもかんでもできるみたいな感じですね。マガジンが簡単にどこでもから取れると、ボタンがまだこっちのマガジンの上に押したらまだ話をできます。次は今ちょっとだけ使えるけど、まだちょっと面倒なやつはこのタグのタクティカルアソルトギア、鑑別ステイメントパウチ。これがいろいろ上の方が3つのポケットで、電池、弾、ガス、食べ物とか何やろに入ってます。後ろのでかいのパウチは水3リットルが入ってるので、これでどこでも行ける長い時で簡単にできます。まあちょっと使いづらいと、このストラップは新しいの、もともと使いやすいの、トゥインニードルの取りやすいのやつが欲しいのです。それは後で時間あれば買います。よいしょ。じゃあそれからこれにもクリップしてと、そのままでちょっと動きいっぱいけど必要ものが全部入ってるので、これがどこでも行くとすぐに取れると、そのままで、作戦スタートにできます。水も悪くない、おいしい、大切の水が本当に大切。このギアが重いとどこでも行くと熱いと、水が持ってないと戦うはあまり時間にできません。じゃあ超いい感じ、マガジン残りと必要ギアいっぱい入ってる。ちょっとだけこのストラップがあまり好きじゃない。それでそのトゥインニードルのやつは似てるけど、もうちょっと軽いとこっちにはクイックリリースストラップにパクチョン、こっちに一回パチョン、こっちにもパチョンするとすぐに取れる。超いい感じですね。もしかして戦うの時が早いに切ったらすぐに取れるの方が使いやすいですね。うわ、と今はあまりタイトしないとすごく下になるので、うわ、まあでも今その時のためあまり必要ない。でももし 15km ぐらいにハイキングが必要なら超便利です。これちょっと対等しようね。OK。じゃあ次はヘルメットは今大体2つがあるんでしょうね。1つはレプリカのオプスコアのメリタイムヘルメットですね。これが本当に偽物から超軽いけど、カバーは上等と中には超柔らかいと便利なパディングが入っています。超簡単で、ナイトビジン使いやすい。後ろはカムフィット。超タイトにはヘルメットがあまり動かないになります。本当にすごくいい感じですけど、本物が見つけづらいから、これあまり使えないのに、まあ、悪くない。ジョットニーみたいですね。この緑が本当に好き。じゃあ、それから今使ってるのヘルメットは、
それも暗いプレシジョン、暗いプレシジョン、暗いプレシジョンのエアフレームです。このエアフレームはこっちによく空気入りやすいですから、また M81 のデザインのカバー、マウントもナイトビジョンとかカメラ使いやすいと、コミュニケーションと耳守るのやつ、だいたいそのままにです。これがちょっと開けると、これもカムフィットに入ってます。それと中にはエピックエアティームウェンディのパーディング、中にはスペースが超少ないから、パーディングは小さいのを使ってないといけません。じゃあこれはそのままでセッティングすると、マイク準備 OK と、これで1回にこっちに入れるとコミュニケーション簡単にできます。まあすごく本当にいい感じですね。ちょっと使いやすいと、何でもかんでもナイトビジョン使えるとか、カメラビデオ撮れるとか、いい感じですね。でもそれでゲームするの時に、またレンズと口、歯が守らないといけないから、 ESS のおすすめのレンズ、これが簡単でどこでも見つけられるのやつですね。これ一回ヘルメットにセッティングしてと、目が安全です。いっぱいの人はそのままでやってるけど、歯が守らないといけない、歯医者が高いですよ。それでこれも簡単使いやすいと思います。このモディフィケーションはマジックテープも入ってるので、無線機がそのままで上にやります。よし、使いやすいですね。これがちょっとマイク使いづらいけど、ああそれがいい。ちょっとシートの顎の方でマイクに入れたら、まだよく聞こえるけど口に邪魔しないです。悪くないね。じゃあこれからやってるのギアは、一番付きの東京丸い CQBR ブロック1のこれはマーク18のモディフィケーション。エルカも先に来たけど、ちょっと本物より使いづらいですね。どこには見えるがちょっと分かりづらい。でもヨーネクスに簡単にできるから素晴らしいです。悪くないですね。ライトも使いやすいの場所にあるとか、マガジンもこの本物のストックがジョットのやつ、これが自分で作ってるので中にはあまり邪魔しないのためです。超素晴らしいのは一番好きの騒ぎの銃ですね。でもこれよりもうちょっとイオテックの会社が本当に好きから、これちょっとイオテックの緑サイトに使ったら、このなんとかマグニフィケーションがあまり使えないから、そのままで1回で見やすいと、シューティング早いのターゲットを見つけるの一番ちょっとですね。よいしょ。それともう一つの設定があるから、1回マスク取ってゴーグル取って、よいしょ。ああ、そう、これも。よし、これが取ったら、もう一つの特別のやつがあります。もうこれもサバゲーできるのやつですね。マスクとゴーグルより、皆さんは確かにガスマスクが好きですね。まあ本当にはガスマスクが使いづらいですけど、普通のはマレニアム MCU2P とは面白いけど、たまにはちゃんと目守らないから、ゲームの中には使えないから、もっと海兵隊の時でも M50 のガスマスク。これが海兵隊の時に、2009年、基地のハンツに初めての時は、それが一番早いのは、レバンドマスク使おうの人でした。それ、これと、これは本当に懐かしいの感じです。でもフィルターは今一つが少ないから、まだ使えるけど、もう一つフィルターあったらすごく嬉しいになります。マスクが入って、カバンにして、クリアして、タイトに、いい感じですね。これが本当に懐かしい。よく海兵隊の時がよく使ったのに、ガスのアレンジとか何でもかんでも、弾をよく止まれると、弾が入られない。この中には、なんとかカバーだけで、気になるようにやります。それとなんとか、ランナルポムでよくガスマスク使ってるけど、
面白い紐だね。これは本当なのかな。一見はちょっとずらい。これは別のガスマスクより使いやすいけど、ガスマスクはいつも使えない。確かに沖縄が暑いとか、いっぱい動けるのあれば、ここがすぐにこもっているから、そのせいで使いづらいですね。まあ面白いと、こういうの楽しみ出てるけど、耳は全然違うになるけど、使いづらいから、サバゲンはあまりおすすめしないけど、その普通のマスクとゴーグルよりいい感じですね。一番おすすめは、ペイントボール用の i5 のペイントボールマスクが、使いやすいと涼しいと、一つだけのパーツ、一回だけにセッティングと OK です。ガスマスクは面白いけど、フィルターが一つ少ないから、どこでも探しでも別のフィルター見つけられませんでした。本当に欲しいけど、また探し頑張ります。ちょうどいい感じの、これでも運動も面白いと楽しいから、なんとかいい感じでしょうね。あ、それを手袋。これは、ピッグの豚さんの手袋、超使いやすい。あまり鎧が入ってないけど、使いやすいから動きやすいと超いい感じですね。まあ、でもこのマスクが本当にゲームに使えたけど、もう一つのフィルター見つけないといけません。はぁ、はぁ、ですね。それと、なんとか大変なウイルス切ったら、今月はもう2回に病気になった。高いの熱も出たのに、どこでもマスクに使ったらもともとセーフになるけど、やっぱりガスマスク、あともう一つフィルター見つけたらどこでも無敵になります。じゃあとりあえずガスマスクにお休みしよう。ああ本当に懐かしいの感じ。まあいい感じけど、じゃあギアのレビューは大体そのままけど、使えるの、サバゲの拳銃はあと2つですね。お前の友達、ジュースボックスに使ってたの、すごく短いの M4 ですね。これは VSC 会社のストックのやつ。ただの、このサイトポストがとって超重かったから、今はすごく軽いけど、ラムも120に入れると、これでブシネルの、ウィピーラムさんからもらったの使いやすいのレッドドットサイトですね。すごく使いやすいからいい感じですね。あれだよね。いいこと、いい感じですね。これはすごく使いやすいと、短い電池もストックに入ってる。これが超ジョットの銃ですね。このレプリカのグリップはちょっと不思議から、もう一つ本物を見つけたら嬉しいです。それと最後にはクラシックアーミーのストーナー LNG スワルチのやつ。テープはマガジン開けないのため、 M81 のカバーとアイロンサイトで、これが5キロぐらい、ちょっとだけ重いですけど、本物はもともと13キロですから、これが軽いのバージョン。まあ、悪くないけど、一つの手でもできるので、悪くないです。ちょっと重いけど、本当に、なんとか、バイポートとか何か使ったらもうちょっと使いやすいけど、時々ゲームには、センダムに入れると、そのままで、タタタタタタタ、サプレッシングファイアにしたいので、いい感じですね。これはどこでもダッシュとかパパパパパ走るだけでもパパパパもできるからいい感じですね。でもリビアは大体そのままです。なんとか質問と何か聞きたいならコメントにメッセージを出たらと、あとでできるぐらいを答えもできます。じゃあ皆さんお疲れ様です。今度には一緒に皆さん騒ぎしましょうね。楽しいから懐かしい。2日前にはウィピーラムさんと一緒にゲームしたかったけどできなかったから、今度にすぐに、今月か2月すぐにゲームします。じゃあ皆さんお疲れ様です。今度ですね。